写真拡大機志団の綾野浩二賞が30日、ツイッターを更新し、東京、足立区の河川敷で決闘を行ったとして少年2人が書類送検されたニュースについて、なんだろう、ぐっと来てしまったと率直な気持ちをつぶやいた。綾野浩二は高校1年の少年2人が足立区の荒川河川敷で決闘を行ったとして書類送検されたニュースを添付。その記事に、今年1月に少年がもう一人の少年の交際相手をバカにしたことから SNS で怠慢しようと持ちかけたという。少年たちは凶器を持っていないか持ち物検査、ギブアップするまでやる、怪我をしても被害届は出さないなどのルールを決めて、他が通行人の通報で逃走となったとしている。これに綾野浩二は、なんだろう、ぐっと来てしまったとツイート。そして河川敷で怠慢、ガールフレンドの尊厳を取り戻すための決闘、武器なし、チクリなし、ギブアップあり、警官からの逃走、もう曲かけるもんなと昔の不良を思い起こさせるような内容にグッときた様子だった。